コーランを学ぶガザンハムウルギーのモスクバヤン、ウルギー県、トルボ村のモスクバヤン、ウルギー県ブルガン村のモスク本項目では、モンゴルのイスラム教について記述する。総人口の約5%、特に西部のバーヤンウルギー県やホブド県のカザフ人が、信仰。この他にも、国内各地にカザフ人住民の地区は多い。モンゴルのイスラム教が初めて記録されたのは、 フランチェスコ修道会のウィリアム・ルブルックがカラコルムの宮廷でモンケハンに一見した1254年であった。ルブルックはネストリウス派、キリスト教会で復活祭を祝ったが、偶像崇拝者の寺院7カ所やモスク2カ所があったと書き留めている。これにより歴史学者はイスラム教が伝来したのは1222年から1254年までの時期と推定している。こうした文書は 当時のモンゴルや中央アジアを知る貴重な資料として、名高い。イスラム教はまた、チンギス・ハンがアフガニスタンを征服した後、モンゴル人の注目を集めた。チンギス・ハンは1222年、モンゴルへのキロトランスオクシアナのブハラに立ち寄り、イスラム教について尋ね、不要と考えたッ地を除いて、イスラム教の教義を容認したと考えられている。ただし、チンギス・ハン自身は、先祖と、 同様天狗に信仰を守り抜いた。チンギス・ハンの孫にあたるベルケが、ホラズム出身のダルビー種であるサラー・フーティーンの働きかけにより、イスラム教に改修。ベルケは、モンゴルの支配者としては初めて改修した一人となった。他にもムスリムの妻の影響を受け、改修した指導者がいる。ジョチウルスの多くのモンゴル人を改修させる上で、重要な役割を果たしたのが、 マムルーク朝の支配者バイバルスであった。バイバルスは、ジョチウルスのモンゴル人との結びつきを強め、彼らがエジプトを遠征するための方策を講じた。エジプト遠征により、極めて多くのモンゴル人がイスラム教を受け入れることとなった。1330年までには、モンゴル帝国を構成する世に汗国のうち、三つがムスリム国家となった。ジョチウルス、イルハン朝、 チャガ大半国である。なお、イルハン国は当初イスラム教を弾圧していたが、13世紀末になると、火山藩の死体イスラム保護政策へと転ずる。税制面でも、保有する家畜の数に従って、人道税や家畜税が定められていたものの、土地税へ変化。岩鳥もペルシア人などのムスリムを色目人として徴用。モンゴル人に次ぐ、準支配階級として、 政治や経済、文化の諸分野で活躍することとなる。中んずく天文学や数学などを中心とするイスラム文化が栄えた。岩鳥の宮廷はチベット仏教を公認の宗教としていたものの、一般的なモンゴル人の大部分、特にモンゴル本土に住み続けた者はシャーマニズムを古種。道長の衰退後、シャーマニズムは再度支配宗教となるが、 程度の差こそあれ、モグーリスタン半国のようなムスリム諸国との政治的、経済的関係は続いた。ムスリム系カザフ人が19世紀末以降、ジュンガル・ボンジやア,アルタイ山脈付近に定住し始める。こうしたカザフ人の大部分はゲレート部族と内マン部族で、その多くが低成ロシアの迫害から逃れてきた者たちであった。 ボグドハーンが1911年12月29日にモンゴルにおける実権を掌握すると、新疆やアルタイ地域のカザフ人は新政権による非護を求め、政府側もカザフ人にホブド地方への定住を認めることとなる。その後モンゴル人民共和国が1921年に独立すると、政府はカザフ人に対し独自文化の継承と存続を訳しており、 カザフ語を公用語として認めるに至る。バヤムウルギー県が1940年、モンゴル人民共和国の行政改革により成立。出生率が過去最高となったことから、国内のムスリム人口は1956年から1989年にかけて増加の一途をたどることとなる。しかしながら、ソビエト連邦崩壊に伴い、カザフスタンへカザフ人が退去して帰還したため、 1990年から1993年にかけて減少。また、1990年に民主化して以降、宗教活動が自由にできるようになった。首都のみならず西部で強い。ムスリムが多い主要都市としては、ウランバートル、トゥブ県、セレンゲ県、エルデネト市、ダルハン市、ウルガン市、シャリンボル市、ベリフ市が挙げられる。ガザンハンの効果は、 シャハーダと共に鋳蔵。ありがとうございます。